はい、それじゃあ今日 EMF で敵ワンパン目指してみた。え、てか野草いる、録画しかし。やばい。やべえ。でも別に。野草いるこれ。いや、ウルトは別に飾り。俺の MF。別に飾りだし。うん、こうおしゃれだし、別にただの。別に。いらねえし。いらねえし、ウルト、うん、欲しいと思ったことねえし、別にウルトなんて。打たないしな。一丁弾ボーン。まずは一丁弾。まずは一丁弾。一丁弾15円。かけてくれんさん、どうもあ、いいね。今の俺に飛んでくんだ。俺にも。うん。あ、くそ。あれって俺見えてんのかな？ガンチャレンジ。ああ。見えてたんか。もう9以外の俺スキル取らないわ。意味わからんか。なんか意味わかんない。意味わからんか、それはさすがに。取るわさすがに。はい、取るか一応、うん、飾り、ね、飾りで使わないけど取る、うん、使ってみようかな。このカルマこのさ、そんなムカつかね。うん、多分こいつワンパンできる、うん、多分後で前で過ぎてるから。移動中です。いいね。ミラジャングルか。やべ。あ？舐められてるんだけど、なんか。ムカつくムカつく。あれ来てるけど、どうだ？それ使ってくるんだったらありがたい。ああ、長打知らないか。あーっと。まあ、やれるか。それでやれるか。サミラ狙ってあげて。おーいえ、触らないで、okay, 普通に。あ、ノータッチ、ノータッチプリーズ、ノータッチプリーズ。オッケーブロー、 See you。 なんかマナムネ待って、脅威アイテムってまず何個あるか数えよう。1、マナムネ2、1、2、3、6ぐらいあるんじゃない。7、4、7ぐらい、6かな。あ、じゃあちょっとあれだね、枠がないね、6ぐらいマナムネ行く。しゃあない、しゃあない、フル脅威や。マナムネとかいらんの、ワンパンするの。ワンパンするの、マナムネいらんやん。そうそう、関係ない、一発で死ぬの、うん、一発で死ぬのに。どうせマナいらなすぎ、帰ってないの。なんで帰ってない、あいつなんで帰ってない。本当になんで帰ってないんだ。マナってね、あのね、弱い、あの、いっぱいダメージ出さないといけないやつが、そのアイテム。初心者に教えてあげてね、ちゃんと。なんか物ないんだけど、どうしたらいいのって。もう脅威をいっぱい詰めばワンパンできるよって。バカすぎるか、ちょっとそれ。ちょっと教育に悪いか。教育に悪いかな、ちょっと。いや、絶対あの、その後で殺せる。うん、ね、マジムカつく。あれはね、美味しいぞ、多分。の出方は。うん、そうそう、エースもまだいらないからね、別。なんか俺 MVP 取ってないのに、最近あんまり。なんでこんなに。死んじゃうの味方。MVP 以外の様子か。まあ取らないようにしてるのに、10万ダメージのせいちゃん。そう、ダメージも大事だからね。23円しかもらえないの。惜しい。わあ、惜しいな。さっきからいい長弾入ってるのにね。ねえ。野草が次来る？野草来ないでください。よし。よし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 。ワンコア。
ブレイクトゥー。あ、マジ。キモ。止めに来た。移動中です。AP マルファイゼやん。ワンパン界隈だ。あいつワンパン界隈かも。ワンパンか。あ、敵にもいんの。マジかよ。いんのか、俺ら以外にも。あー、今の死んでたかも。うわー、手前に当たった。うわー、惜しいな、今の。今の死んでたかもね。いやー、これ、負けるわけにはいかない。この戦。うわー、死んだか。今の当ててたらワンパン界隈の貴公子って言われてたやつだ。俺、そう、変態仮面って言われてんのに今。いや、俺やん。俺に言ってたやつ、さっき。ワンパン界隈だった、君。いや、俺は変態界隈の仮面や。一番意味わかんないよ、お前。俺はワンパン界隈じゃなくて変態界隈や。変態界隈の仮面って何や。変態界隈の仮面やから変態仮面って言われてるんや。海外の仮面ってなんだ。人超えてる変態ってこと。やっちょさんはワンパン界隈の長男の魔術師やから、うん、そう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 よ。で俺が変態の界隈の仮面仮面仮面変態仮面変態変態仮面。あー、オブジェがオブジェがいねえねえこれ。あ、やばい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 、ワンパン界隈のあいつやべえ。やばいやばい、怖い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 。パイセンや、パイセン。あいつ 5-0 だから今。やべえやべえ。最強だからね、今。うわぁ、ワンパン界隈だ。フラッシュだ。あー、パイセンだ、あいつ。いや、界隈の男はやっぱ強えなぁ。兄貴だよ、あいつ見習わなきゃ。あいつワンパン界隈の会長じゃない、あれ会長だね、これうん、大阪、あいつがかなりワンパン界隈だな、それ。お、これうまい。ワンパン界隈ガチでいるって聞いてねえよ、この試合に。ワンパン対決てか、界隈って界隈なのに会長なんかいるのか。え、そうよ、いるよ、ちゃんと。あ、いるんだ。そう、あいつ、あいつを倒した。いや、怖い。いや、そうやだな。ツオマルファイ。ワンパン界隈じゃない、やっぱりあれ。お、死んだ。ワンパン界隈は昔から体が弱いって言われるからね。逆もしかりよな、やっぱ。そう、ワンパンされやすい。そう、変態界隈から言わせてもらえればね。変態界隈やだな。何があるんだ、変態界隈。うおお、俺もちょっと野草がこっち来るか。目指す。俺も見据えてるからワンパンを。でもワンパン界隈やるにはちょっと金が足りねえな、まだ。足りん、どっかでキルを。これさ、ワンチャンさ、長弾ってさ、ミニオン殺したときクリティカルになるやん。あの、死ぬときに撃つと。うん。だからさ、IE でワンパン目指せるんちゃう。なるほどね。深いぞ。深い。じゃあダメージチェック。これ458。IE は深い。愛はね、ちょっとね、深いよ、このワンパンに。深い。ワンパン考察。ちょっと、考察もできる。ワンパン考察界隈だから。考察界隈。考察もやってるか。深いな、考察。マルファイトマップに映ってないと怖すぎる。怖すぎる、普通に。さっきのトラウマが、うん、壁の上から、ね。やばいやばいやばい、誰か適当に撃ってくれ。上位15。敵のタワーを破壊しました。ダメージチェック。はいはいはい、まあまあまあ。あ？普通界隈慣れしてなくない？こいつ。慣れてない慣れてない慣れてないこいつ。あんま界隈慣れしてねえわ。うわ！え、気持ちいい！半分半分。お？
半分以下。待って、ワンパ界はいなくない？あ、いるいるなー。ああ、こっちじゃなかった。なんか余裕じゃね？めちゃくちゃガリオ。弱い。おお、来た。あー、取ってたよケイトウルトに殺されました。俺にウルト使いすぎだ。あいつもかあいつエース界隈じゃない、ケイトウルト。とてもマグネティックブラスター。確かに。とてもマグネティックブラスターは界隈のものかもしれん。ちょっと入りかけてる。怖すぎる相手。ちょっとヨウム、あれだな。ヨウムだな。ヨウムが高いわ。遠いか。ドラゴンできるやん。いいよいいよ。このねトリプルキルはマジでね美味しすぎる。でかい。界隈のものから言わせてもらうと非常に大きい。地下。地下。誰？あ、ナイス。よく当てた。商談の受け口になろうと、受け皿になろうとしてる、あいつが。あいつが自らこれね、変態界隈から言わせてもらうと、あの野菜はね、ド M ですね。ド M ケズハット、もしかして。うん。どっちがわかるのか。あの野菜、剣握ってるけど、敵に剣握らせたいタイプやね、あれ。え、これ待って、ワンパン界隈が置いとくね、今。ワンパン。あ、でもなんかちょっと、あー、かまった。え、ダブルキル。あー、気持ちいい。え、気持ちいい。ハニャ、気持ちいい。ハニャニャ、まあ、握らせるからこんなことになるんだって。いや、ほぼ俺。え、ケース界隈じゃない、君。かなり火力出しよう、俺。俺、どんげんやったで、俺。いや今の気候種のダメージだった、今、長弾の。取り上げたーん。やり方、やり方がすごい。すごい。オートアタックで敵削らないで、ちょっと。それな。ちょっと解釈違い、これ。ちょっと。あいつ死ぬぞ。あ、これ。うわあ。HP4MAX やこれ。P4MAX かもしれん。あいつ反射長弾だったらもう体ないぞ、あれ。新ビルド試せって、試してこれ。え、俺このビルドでなんか真面目にやってるみたいな感じで怒られてるの、これ。だけ倒しとるよ、足。これね、ワンパン界隈のミニオンチェック。ミニオン来ねえかな。ミニオンワンパンできる。888だね、今長弾。いや、えげちいね、それ。こんばんは。帰りますか、ちょっと怖いんで、あいつが。オッケー。あいつ、絶対あのワード今、俺以外のやつが来てたら。ぶっ飛ばしてた。絶対来てた。あのワード餌だね、絶対。意味ないわ、私の思い。ダメージチェックしたいな。びっくりした。ダメージチェックしに来てたって今。やばい、リンシンがワンパンされかけてる。危ない。あと、これミニオンいる。よくんだって、お前もう弱いんやから。お前はもう眼中にないんや。しょうがない、ド M 界隈だから。ド M 界隈。ド M 界隈。ああ、これどう。ああ、まあ、お前硬いな、ちょっと。素が硬いわ。ソナやな、ソナ。すごいや。いや、あれが硬い。あれ、外すなやな、こいつ。あ、でもそろそろ枠かも。打ちてー。選ぶならソナ系とサミラやね。うん。いや、ソナ一番いいぞ。ソナいい。ソナね、マジでちょっとロマンある。でもミニオンやっぱ死ぬタイミングがいいんだよな、一番いいのは。
よし、俺のあれで半分ってことは、ダメージチェックして、ダメージチェックして、マジでやべ、ダメージチェックしに来てる、マルファイトが来てる、来てる、来てる。あ、上でファイトしてる。一回ちょっとウルトでファーストストライクを稼ぐっていうのもまた一強なんだけど、稼ぐ稼ぐ。一旦帰りますか。もう俺 1.1K ファーストストライク稼いでんだけど、いただきます。冗談試しすぎやねすげえな、 1.1K 早くね。15分で早い早い早い。あるま、何本今俺500。おやばいな。一回ちょっとウルト打って、あのファーストストライク稼いで、あのこの人ド M 界隈がいるおかげで早いみたいなとこあるけど、ね、まあね、あいつめっちゃ稼がってくれるよな受けに来てるからな。仮面入れるか。あー間に合わんかった。ワンパン界隈あぶねー、ナイス、あぶねー、襲われた、ね、襲われたワンパン界隈に怖かった。怖いよ帰る。あと600円やねんな。あぶねあぶね。600円。そんなにどうやってやってるかだな、ミニオン死ぬタイミングで。これむずいね。ちょっと前出てこなくなったからな。カルマに死ぬ気のスネア入れに来て、入れてきてもらう。いや、あり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 。フラッシュインで。300円。まだ出てこないんだよな。ラプターもらっていいかな。ごめんごめんごめん。リシンごめんね。あとちょっとやねん、これ。135円やねん。あるあと入らない。50円。ちょっと。オッケー。虎視眈々ね、こっからは。オッケー。リシンも死んでいい。いい。俺もう帰る。来た。シャットダウン。これ待って、ウルト界隈の方、これもしかして俺、これウルト界隈チャンネルかも。風壁使った、めっちゃばらけてる。当ててー、まず勝った。マルファイト硬いな。そして UP のくせに。バロンでもいい。バロンだっていい、長弾は。バロン。てか敵にバロン触ってほしいね。長弾したい、長弾したい。やばい、もう出るのに、ダメージ。すごいダメージ出るのに。ウルト打ったっていい、一旦。あいつどこ行った？消えたな、あいつマジどこ行った？全然いない。いや、緊張の一瞬やな、これ。ワンパン界隈だったー。ワンパン、うわー、界隈のやついたー、ダリー。やっぱりこの人会長だよ、ワンパン界隈の。うわ、マジかー、ワンパン会長界隈いんのかよー。味方めっちゃ勝ってるあ、会長の動向は常に築地チェックしないとくっそー、やばい、ナイス、危なー、くっそ。俺待って、もういい、この際俺でも、もうエルダーの力借りたっていい、もうやだあー俺待って待ってくれない、ダメだ、残念、終わったー。夢が、俺の夢、人の夢は終わるんだな。悲しい、なんて悲しいんだろう。マジかよ、ワンパン界隈。ダメ、普通にダメージ出してみるか。めちゃくちゃいい位置に来たな、あいつ。ねえ、あいつ慣れてるよ、多分ワンパン。いや、そうだね、ワンパンやり慣れてるやつな。立ち回りワード置いてたよね、多分。うん、置いてる、絶対置いてるね。打ってるところが毎回セクシーなんだよな。うん、変態界隈か。そう変態界隈かもしれん。
この壁裏に。そう、剥がされた。いや、ミニオンチャンスね。でも、押し込めば、パレットに、結構出るんだよな。まあ、うわ、ステシス間に合ってね、最悪だ。こいつ殺していいの俺。わかんねえ。もう、殴りチャンスがないから。ミニオミニオ。ミニオ。ああ、ダメだ。敵が離れてくる。オッケーすぎ。オッケーすぎる。これ、土地狂った。ワンパン界隈、土地狂いの瞬間やね、今の。何したらいいかわからなかった。フラストレーションが溜まるとこうなるやな。ワンパン界隈。チャンス！なんかそんなに？あ、しんど。まあ半分ぐらいだよ。なんか思ったんとちゃうよな。うん、ドエモ界隈にちょっと入門仕掛けてた今の。わけわかんなくなっちゃった今。殴ってください。殴られに行ってた。やっぱりヘルス半分以下じゃないとあのルーンの効果が発動しないから。いや、これ最後の慈悲にしてるから。そう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 、最後の慈悲ってワンパンだとやっぱ意味ないのかな。いや、あるあるでしょう。うん、なんかもうウルト打ってみる普通に油断戦なんか嫌やけど、うん、えっ、うん、もう死ぬ、俺死ぬかも。こいついかつやってることやべえ。 やっぱね、でもね、狙い位置が一緒なんだ全部、俺とあいつ。やっぱワンパン界隈だから。よく出会う、よく出会うよな、ね、あっちも覗いてるんだよな、こっちのことは。あの人最高顧問やな、ワンパン界隈の。あいつの方がね、慣れてるわ、ワンパン。あいつマジ慣れてる。いる、カルマのシールドあっても無理なんだな、生きると。オケアノス積んでるからね。本当だ、偉いな。すごいな。ワンパンしきるのに精一杯や。いいダメージ出るね。やだやだ、普通に負けたくない。なんかその時計まずくねえか、大丈夫か。ナイス。やべえ、だからしっぽりちょっと、ね、時間経つと丸ファウルとはこう。大丈夫大丈夫。怖いな。トップのウェーブ折れねえかな、あれ。無理か。マシュマロドラミングしながらずっとしげみで待ってるワンパン界隈の鏡。スニーク？あと50円。取っていいよ、俺もう古火だし。よし。で俺さ、ワンパン狙いなんかやりたすぎてさ、15分で 1.1K だったやん。8分経って 2K しか稼いでない。うんあ、じゃあ 0.2K しか。ああ敵をもう殴る。これね、ちなみにね、ナイトエッジに行けばね、全部解決なんよな。それはそう、うん、ワンパンされてるもんな、うん、そう。ド M 界隈のやつが、ド M 界隈も来たわ、ど真ん中。これが欲しいんだろ、うん、消えろ。いいよ、もう諦めたよ俺も。いや俺は諦めねえ、人の夢は終わらねえ。あ、いけいけ、すごい回復。超弾チャンス、超弾チャンス。ミニオン湧いてこい、早く早く湧け。味方が今エルダー取って、うん、エルダーの力を借りる、エルダーの力を借りる借りる。おっ、おっ、あーあーお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 ー、もう一発、もう一発、もう一回ミニ分け、もう一回ミニ分け、ミニ分け、ミニ分けてくれ。マルファイトが湧きました。あーワンパン界隈だー。あー界隈に負ける。ウルト強い。ウルト強くて笑うわ。ウルト強いよそりゃ。ウルト強い。いやー、まあエルダーの力どんぐらいな、1800だったダメージ。見えなかったな、1800だったと思うよな。
カルマにダメージ負けた。絶対勝ってたのに、途中まで。ワンパン会話に狙われたせいで。狙われたせいで。リプレイ見よう、自分の配信で。なんぼやったやろうな、ダメージ。綺麗な飛び方はしてたの、最後。ポーンって、いなくなった。あーでももう9999になってるから見えねえわこれ。まあでも7割ぐらいかな。うん、ダメージ高すぎてもう一発でいったわ。ご視聴ありがとうございました。コレクターの数値か。はい、ワンパン界隈の敗北です。すいませんでした。次回のワンパンでまたお会いしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。